はいどうも、沢田信也です。めです。ま、今回もジャンププラスから一つ漫画紹介しましょう。はい。じゃあ適当に選んでください。はい。えー、じゃあ今回は、サマータイム連打。はい。お願いします。これね、なんか以前、うん、お便り会でもなんかね、うん。リスナーさんがこう面白いですよって言ってたと思うんですよ。うん。まあ現状で単行本が確か、うん。最新9巻発売中うん。結構そこそこ長期連載で人気ある方を。えー めっちゃ有名っていうわけではないと思うんですけど、おそらくジャンププラスの中では、面白い漫画として認知ある方やと思うんですけど。私もまあ毎回、2歳追ってて、単行本も1巻だけ持ってる感じです。1巻だけはい。9巻出てるみたいですけど。まあ、あの、どういう話かっていうと、タイムリープものですね。へー。主人公の男の子が死ぬと、特定の期間、時間遡って、 時間巻き戻ってる、みたいな感じ。へー。あ、一巻読み、だの思い出しました。あ,あそうですね。<の>家にあるからね。ちょっと不思議な。そうそうそう。島の話じゃないですか。そうそうそう。主人公の実家が、まあ、どっかの田舎の島なんですよ。うん、ちっちゃい島なんですね、うんうんで。そこで幼馴染の女の子が亡くなったから。うん、まあ、うん、その水難事故って亡くなったから、つって、帰省するんですよ。で、最初はただ単に幼馴染が亡くなったっていうお、お葬式に。 こう、参加するっていうところから始まるんですけど。なんでか死んだ女の子が生きてて。なんでってなって。かつ、それとは別の話として、島にうごめく謎の影っていう存在がおって、どうもその影っていう存在が、島の人たちと入れ替わってるみたいな。いやー、そうそう、そうでした。そう。で、最初は何残っちゃわからん状態から始まるんですけど、はい。 なんかこの島おかしいぞっていうことを、うんうん、まあ主人公の男の,の子が探索し始めたら、うん、その影の存在に普通に殺されるんですけど、うん、あ、そうでしたっけ殺されると、うん、はっ,って気づいたら、うん、なんかその帰省する途中に戻ってるみたいな。そうだそうだ。そう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 ,そう。まあそういうとこから一巻始まるんですね。ねなので本当に物語の序盤は読んでるこっちとしても何のこっちゃ分からん状態から始まるんで、 そうです、そうです。うん。え、これどういう漫画なんて、どうしていくんっていう話になるんですけどね。もうあれから9巻まで出てるんですね。出てます。で、もう連載中の今としては物語が結構佳境で。えぇ、うん、気になる。結構なんてクライマックス感がありますね。うん、わおー。まあ、なんていうんですかね。そ,うん、その物語の中核における謎にすごい近くなっているし、 まあ、る種、漫画的に言うところのラスボスみたいなところ、存在と、まあ、どう戦うかみたいな話になってるんで。じゃあ、基本はそのタイムリープは行われるそうですね。まあ、なんせその、死ぬことによって、毎回毎回なんか謎を、謎を一つ明かしていくために何らかの自由で死んで戻るってことを何回も繰り返して、まあ、どうやったらうまく、その、この島に起こっている怪異を解決できるかっていうのを頑張るっていう話ですね。 うーんなんか結構可愛い絵柄なんですけど、うん、なんかちょっとこう、不気味な感じもして、そ、ね、その、謎の敵というか、うん、なんかそこも結構ちょっと、読みながらちょっと怖かったような気がします。うん、可愛いのに、ちょっと怖いみたいな。 まあどこまで、うん、まあ結構ネタバレが重要な漫画やからどこまで説明したらいいもんかなと思うんですけど、うんうん、個人的にはこう読んでてあっと思ったんが、単純にその、死んで戻るって話は結構昨今多いなと思うんですけど、うんうん、あのー、死んで戻った時に敵が自分のことを覚えてるとかね、うん、そういう時があるんですよ。ええ、なんでってなるの。怖怖いでしょ。怖い。<laughs> え、なんで えなんで自分はやり直してるのに。まあ、言ったらその島に奇妙なことが起こっているわけやけど、うん、その奇妙なことを起こしている本に、まあ、怪異みたいなものに対して、通常の人間は何もこう、反抗できひんわけじゃないですか。うん、ただ主人公は何らかの事情で死ぬと、まあ、時間を遡るっていうことができるから、通常の人間の能力しかないんですけど、何度かいろんなことを考えて物事を格索してこう、そういう怪に立ち向かっていこうと思うんですよ。だから言ったらそれが、 その、人ならざるものに対するこうアドバンテージになるわけじゃないですか、主人公ガードしたら。でも、こうて物語読み進めていくと途中でめっちゃそれバレて出るんですよね。怖めっちゃ怖いんですよ、それ。ええだって、こっちはフレッシュにやり直してるはず記憶がだから自分だけが継続してて、周りの人も、会員も、もう一回、ふ、なんていうの、さ、あの、新しく。リセットされてるはずなんですけど、ね。リセットのはずだったのに、 覚えてたっていう。バレてる。ええ、怖っ。のがあって、わってなったっていう。あと、物語の後半になるにつれて、タイムリープも回数がもしかしたらあるのかもしれないみたいな。そんな何回も何回も死んで戻っていられないみたいな感じになってくるんですよね。めちゃめちゃドキドキしますね、それ。で、こちらの手の内もバレてる。そんな何回も変えられへん。見方もボンボン、うなってなってきたときに、どうするっていう、この人の 普通の人間ではこう、相手できないものを、こう、どうしていくのだ、みたいなところが、最近の佳境なところかな。やばいですね。はい。ちょっと、2巻から9巻買ってください。<笑><笑>いなんかこう、連載追ってるから、うんうん、なんかこう、なんつうんやろ、個人的には、うん、えかと思って、単行も、単行も、ええわなくて、いっかとって思っちゃって、なんか。<laughs> そうですね。結構こういう漫画ってそうそう読み直すというよりかは、うん、その連載途中のこのドライブ感楽しむ、 感じじゃないですか。なるほどね。なんせ、なんか、変にこう、盛り下げること言いたかないんですけど。うんうん。なんか、家庭がめっちゃ面白くて。うん、まあね。それが人段らでくて解決したら、うん、幸せな IP ローブがあって終わりっていう。うん、まあ、オチはそんな別に何もないじゃないですか。うん、まあ、単行本で読み替え。すほどでも。<laughs> ないと思ってたの。ええ。気になる <laughs>。いやでも、って思ってたんですけど、うん、結構ね、この漫画ね、ずっと面白くなり続けるから、うん ええ、ちょっと手元に置いておいてもい手元に置いときたいんですけど、9巻も出てると、変に手を出しづらくなったっていう。<laughs> そうなんですね。え、でも今から読みたい方は単行本じゃないとそうですね。やっぱジャンププラスも、うんうん、ものによっては1話から全部無料な作品もあるんですけど、うん、多分人気なやつとかは、うん、そのアプリ内で通用するコインを買わないと、おそ、うんら,ね、らく過去回見れへん,んですよ。最初1話とか2話無料で、 そんな感じ。間全部有料。多分そういう感じやったと思うんで。そっか。今からこう追っかける人は単行本買った方がいいかもしれないですね。気になりますけど。まあ、はい。わかりました。ちょっとこれ、面白い。サマータイムレンダー。うん。よろしければ皆さん。はい。あ、よかったらどうぞ。読んでください。はい。お送りしたのは沢田信也と。嫁でした。それでは皆さんまで次回さよなら。さよなら。